おはようございます。黒みつばです。ということで、本日はですね、ワクワクの実の重複についてわからないという意見をね、いくつかいただいたので、今回はそちらの質問に対して、まとめて回答していく動画をね、撮ろうかなと思います。で、まあこんなん当たり前だって感じる方もいると思うんですけど、もし自分がね、今、モンストをすぐ始めて、この制度についてね、瞬間的に理解できるかって言われたらできないと思うので、まあ早速ね、紹介していこうかなと思います。で、まずワクワクの実の効果の与え方には2種類あって、1つがパーティー全体に効果を与えるもの。で、もう1つが、そのキャラ単体に効果を与えるものの2つに分かれてます。で、パーティー全体に効果を与えるものの代表例としては、ステータスアップ系同族撃手戦型のステータスアップ系だったりとか、あとは照明削りとクエスト効果系、そして今度のアップデートからここにね、ハート強化が加わります。こういった実はパーティーに1つしか必要ないです。ただパーティー内に違う種族のキャラがいるとか違う撃手のキャラがいるっていう場合に関しては、例えば反射のキャラに撃手の過激をつけて、貫通のキャラに撃手の過激をつけると、まあ、両方ともね、反射だろうが貫通だろうが攻撃力が上がるよっていう状態になります。でそのキャラ単体に効果を与えるものっていうのが、遊撃、怪我減り、失神、速殺、毒我慢、ちび癒し、ここら辺の実ですねはそのキャラ1体にだけ効果を与えるものとなります。なのでパーティーに1体だけその効果を持ってるキャラがいると全員受けれるわけではなくて、そのキャラ単体だけ受けることになります。こういった実はパーティー内にね4体同じ実をつけてるキャラがいたとしても、ちゃんと意味があります。意味があるっていうか、ちゃんと、無駄なく効果が発動してます。で時々同じ実をね、同じキャラにつけてる方がいるんですけど、これは全く意味ないです。例えば遊撃 L と遊撃 M を同じキャラにつけてる場合とかは、遊撃 M の効果が全く発動せずに遊撃 L だけ発動されるので、こういったのは非常にもったいないかなと思います。ただ一つだけね、例外の実がありまして、一撃失神だけは、同じキャラに複数個つけても効果が重複します。なので一撃失神を3つつけてれば3回分のね失神の抽選が受けれるので、この実だけは同じキャラにつけてても意味があります。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、時々こういったね、人によっては当たり前と感じる動画もあげるかもしれないですが、まあ知らない方のためだと思っていただけるとありがたいです。ということでご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。黒みつばでした。